こんにちは、パパです。本日はアップリューとタルップルを同時に活躍させたい衝動に駆られ、2体を育成してきました。共に巨大マックスなので、そのあたりも良さを出せたら、と思います。ただ、ちょっと通りが悪そうなので、マホイップから出して、チャンスを伺おうと思います。ちょっと活躍させるのが難しそうなお相手のメンバーですね。ちなみに下3体は見せポケです。それでは対戦よろしくお願いします。お相手はニャオニックスでしたね。いたずら心で、壁張りなどの補助役ですね。それじゃ、その間にごっそりと積んじゃいましょう。マホイップが積み始めると、手遅れになることが多いですよね。あくびから入ってきたか。とりあえず後ろの物理アタッカーを意識して解ける。眠ってもいいので、瞑想を積んでいこうかな。眠っている間に壁張られるけど、まだまだ攻撃しないので OK。これで、ひとまずは眠っても持ちこたえられるかな。おやすみ、マホイップ。そして、アップリューとタルップルの使い方を考える。お相手のパーティーがある程度分かってから出していった方が良さそうですね。なので、しばらくはマホイップで居座ります。あ、変えてきましたね。誰が来るかな？立ち草グマか。これは叩き落としされそうですね。でも、ドレインキッスがあるので、回復には困らないし、ダメージも見込める。恐れることのない対面ですね。これで食べ残しが消えました。大したダメージもないのでオッケー。眠り続けるマホイップ。そろそろ起きていいよ。とりあえずドレインキッスで攻めつつ回復。うん、最初に溶けるで防御を上げて正解でしたね。うわ、えぐいダメージだな。余裕で倒せそうなので、ここは積んでいこうと思います。硬いマホイップが、さらに硬くなっていく。もう一回、溶けて、後ろの物理アタッカーに仕事をさせないようにします。ブロッキングしてきたけど、その間に積んじゃうよ。やけどダメージでもギリ耐えてくるかな。やっぱり持ちこたえてきましたね。最後、から元気でおしまいかな。やけどダメージで勝手に落ちてくれるので、瞑想を積んで、ドレインキッスの回復量をアップさせます。ここまで来ると、マホイップを止めるのは難しいぞ。再びニャオニクスか。もう一度、壁張ってくるのかな？壁もあって、ダメージは少なめ。ただ、回復も確実に行えるので、このままドレインキッスの連打で押していきます。あ、またあくび。忘れてた。うわ、えぐい。
このタイミングで急所引いちゃいました。そして全回復。全然効かないですね。これで落とせるかな。あ、ギリ残ってしまった。おやすみなさい。うすうす気づいてはいたんだけど、ちょっと嫌な予感してきましたよ。これ、魔法一回じゃないんですよ。アップリュートタルップルを使いたいんです。ちゃんと育成してきたんですけど。ガオガエンに交代してきましたね。積んでくるかな、ダイマックスかな、魔法一回はいつまで寝てるのかな。あ、やっぱり積んできました。早々に目を覚ましてドレインキッス。ガオガエンにとっては痛いですね。思ったよりダメージ入らないなぁ。こんなもん、直帰。この辺のダメージ感覚ないのが自分の弱いところ。様子見でもう一回ドレインキッスします。さらに積んできましたね。さすがにこれは危険かも。マホイップは防御6段階上昇。ガオガエンは攻撃4段階上昇。DD ラリアット来たらヤバそう？あ、ここでダイマックスを切ってきましたか。ラリアットの方がもしかしたら怖かったかも。さあ、マホイップがどこまで耐えてくれるか見ものですね。まずはダイバーン、耐えろ。半分ちょっとのダメージか。天候はこれで日照り状態に。命の玉だったか。直帰じゃないのにさすがのガオガエンの耐久ですね。そして急所をまた引いていく。なんかごめん。回復はしたものの、日照り状態のダイバーンは怖いので、ここでダイマックスします。もう、誰が主役なんだか。うん、余裕を持って耐えた。さあ、これで落とせるか。おお、ガオガエンの耐久、すごいな。じゃあ、一回大ゴールした方がいいかな。これでガオガエンのダイマックスターンは終わり。ただ、日照り状態は続いているので、耐えられないかもしれないですね。ここは大フェアリーしかない。耐えることを祈ろう。いや、待て。このままじゃマホイップが主役だ。え、ドレファン。耐えちゃったよ。しかも急所だったんだ。こっちの急所とはえらく違って、なんか残念ですね。運も味方につけてます、今回は。ついにガオガエン突破。あとはニャオニクスだけです。うちの主役どうする？出す、今出す。ここはさすがに落とされると思う。てか、ニャオニクスの HP、あれしかなかったっけ？はい、マホイップお疲れ様。完全に主役を食ってしまう活躍。
なんと言っていいやら。よし、主役出すぞ。うちのエース出しちゃうよ。絶対強いよ。タルップル、行け。お前の強さを見せてやるんだ。ニャオニクスのサイコキネシス耐える、そして、リンゴさんで倒す。よし、さすがエース。素晴らしい活躍だったぞ。これ以上ない動画になったな、タルップル。アップリューとタルップル会はこれにておしまい。